いつもご視聴ありがとうございます。ランドワーズの森と申します。皆さんのいいねやコメントが励みになっています。さて、本日の物件はこちら、各階収納充実の家です。実際の暮らし方を考えた時、収納スペースというのは各フロアにバランスよく設置されていないといけません。2階建て、3階建ての家なのに収納スペースが1箇所に集中しているようだと荷物の出し入れが面倒ですよね。1階、2階、3階とそれぞれ効果的な場所に収納を設置するには一体どんなプランがいいのか、ぜひこちらの物件も参考にしていただければと思います。それではどうぞ。はい、では行きましょう。今玄関入った瞬間なんですけれども、ご覧ください、この豪華なシューズボックス。このワイドなシューズボックスって、これ普通の家の2倍ぐらいありますよね。これ、なんとね、横幅 2.7m、そしてこの埋め込まれているダウンライトがなんとも豪華な感じを醸し出しております。やっぱりね、玄関入った瞬間にパッとこれだけの、印象が目に飛び込んでくるっていうのはね、やっぱり家の顔ですから、玄関っていうのは、非常にインパクトがあっていいんじゃないでしょうか。はい、では、中の方をね、説明させていただきたいと思いますけども、玄関入ってね、このシューズボックス、当然広いのは、そうなんですけれども、この玄関もね、非常にワイド、なタイプになっておりますので、非常にこの空間ですね、広くて気持ちいいな、ここが非常に印象が、強いなという物件でございます。では中の方入っていきたいと思います。こちらの物件ね、3階建てになります。3階建てで、1階は2部屋ですね、お部屋が用意されております。こちら6畳の、お部屋ですね。隣の敷地もね、今空き地になってますので非常に明るい空間となっております。今ちょっとね、開けっぱなしにしてますけども、あちらのね、収納、非常に、大きめの収納が、備え付けられております。で、隣にもね、もう一部屋ございますので、そちらに行きたいと思います。隣はですね、こちら 4.5 畳、4畳半ですね。私もね、4畳半の部屋で過ごしてますので、小さい頃ね、過ごしましたので、非常になんか懐かしい。まあ、4畳半あればね、子供部屋としてはもう十分ですから、この部屋でね、奥様の部屋、もしくはですね、もう割り切ってね、収納、もう収納部屋としてご利用いただくのも一つの手になるんじゃないかなと思います。そしてですね、1階におトイレ一つございます。こちらはね、階段の下を利用した、おトイレとなっておりますので、ちょっとね、天井の方は、あのような、階段の形が、出っ張ってきております。はい、では2階の方に移りたいと思います。はい、では2階に来ました。はい、2階、LDK ですね。はい、右を向きますと、ダイニング、リビングと、つながっております。なかなかのアクセントがですね、印象深いですね。パッと目に飛び込んできますので、ちょっとね、豪華な感じが、醸し出されているというような感じですね。どうしましょう、じゃあリビングの方からいきましょうか。はい、リビングね、こちらの方は、床暖房を設置されておりますので、もう、冬でも暖かという空間となっております。窓もね、1、2、3とございますので、非常に明るい空間となっております。でさらにね、この物件特徴的なのが、リビングの横にですね、このような収納がございます。これね、縦横1メートル以上ありますので、非常にね、大きなものも、ここに収納していただけるというような感じになっております。はい、奥さんもね、隠れんぼとかね、ここで確実にするんじゃないかと思われるようなスペースですね。はい、そしてダイニングですね。ダイニングの上はですね、このような吹き抜けが設けてあります。ここからね、自然の光が、差し込んでおりますので、日中はね、結構ここから、照明つけなくてもね、明るい光が、差し込んでくるというようなタイプでございます。で、壁にはですね、ライティングレールですね、照明をつけていただけるようなライティングレールが設置されておりますので、ここでね、いろいろな、照明で、空間を演出していただくことができるという形になっております。で、ちょっとご紹介忘れましたけども、リビングの横はですね、バルコニーになっておりますので、そのまま外に出て洗濯物を干していただいたりですね、そういったスペースになっております。で、キッチンはですね、このようにカウンターキッチンとなっておりますので、キッチンでね、作業しながらこのダイニング、リビングの様子を、ご覧いただくことができると
というタイプとなっております。はい、このようなストレートタイプの、ね、キッチンでございます。なかなかね、盤面もね、おしゃれな感じで、ちょっと豪華な感じが出てるんじゃないかと思います。もちろん食洗機付きですのでね、こちらでね、まあ、食洗機もね、結構2時間とか3時間とかね、結構時間かかりますので、夜ね、寝る前にここにバーッと掘り込んでいただいて、スイッチオンで寝れば、朝起きれば綺麗になってると、まあ、こんな使い方をしていただくといいんじゃないかと思います。でこのキッチンの後ろにですね、カップボードを置いていただいたり、冷蔵庫を置いていただいたりっていう形になっております。まあ、こちらの物件はね、カップボードは備え付けられてはおりませんので、ご自身でね、お好きなタイプのカップボードを選んでいただければと思います。でこのキッチンの裏にですね、水回りですね、こういった洗面化粧台、あと、洗濯機置き場ですね、そして、バスルームがあるといったタイプでございます。2階のね、ワンフロアでこの、水回り完結しているタイプでございますので、ここでね、家事が、ほぼ完結するというタイプの、作りとなっております。こちらのバスルームですね、TOTO さんのサガナという商品でございます。床はね、ほっから流下というね、乾きやすいし、そして、足もひんやり冷たくならないよ、まあ、そんな、商品となっております。浴槽はね、いろんなタイプありますけど、あちらはゆるりら浴槽というね、タイプの浴槽となっております。そしてね、このユニットバスですね、このパネルの色がね、変わってたりするんですけども、シリーズとしてはこのサザナという商品ね、ほとんど、似たような、機能が搭載されているという感じですね。ああいったね、ハンガーパイプがございますので、あちらで梅雨時期なんかね、洗濯物を干していただいたりすることもできます。一番天井についているのがですね、電気式の、電気乾燥機、乾燥暖房機となっております。はい、ここがね、洗濯機を置いていただいて、ここが、洗面室ですよというタイプですね。でそしてこのお隣に、おトイレがございます。はい、こちらですね、1階とは違いまして、上にね、収納棚がついているタイプのおトイレとなっております。ちょっとね、このお部屋だけ、お部屋とかトイレですね、クロスを、張り替えてありますので、ちょっとね、普通の部屋とは雰囲気が違っていて、また、これも趣があっていいんじゃないかと思います。はい、そしてね、ちょっと嬉しいこちらの、収納ですね、こういったですね、高さを変えられる、可動棚といいますけれども、こういった棚がついているタイプの収納が、すぐキッチンの横にあると、そして、洗面室の横にあるということで、非常に、ね、使い勝手がいいんじゃないかと思います。まあ、食品庫として、ご利用いただくのもいいですし、まあ、タオルとか、ね、着替え、そういったものを置いていただくのも、重宝するんじゃないかと思います。はい、それでは、3階の方に移りたいと思います。はい、3階に参りました。ちょっとね、こういった、踊り場がございますね。結構広めの踊り場があって、バルコニーに出られるというタイプになっております。なので、まあ、ここでね、洗濯物を、バルコニーで干して、いただいて、取り込んだ後ね、こちらの踊り場をうまく使っていただいて、まあ、収納スペースにしていただくっていうのもいいんじゃないかと思います。でこの踊り場の横にですね、まあ、2階にもございましたが、こういった、棚がついてるね、収納スペースがございます。こちらにね、もう、取り込んだ洗濯物をこのままここに、掘り込んでいただくということも、できるんじゃないかと思います。はい、で、お部屋の方参りたいと思います。こちらなんと8畳のお部屋、広いですね。さすがに8畳と、はアクセントクロスもね、なかなか、雰囲気が良くていいですね。いや、8畳広いですね。そして、窓もなかなか大きめに、設置されてますので、非常に明るい空間となっております。でさらに、この、こちらの物件の、ですね、このウォークインクローゼットですね、がついております。非常に広いですね、ウォークインクローゼット、まあ、当然中に入っていけるタイプの収納でございます。まあ、ちょっとね、階段、の上に設置されているというところで、こちらね、ちょっと、段差がありますけど、これはこれでなんかね、使い勝手がいいんじゃないかと思います。はい、では、最後の部屋に行きたいと思います。はい、こちら最後の部屋ですね、6畳のお部屋となっております。まあ、こちらね、バルコニーには、面しておりますけれども、まあ、直接ちょっと出入りする、高さではないですが、窓が設置されております。そして、こちらのお部屋もですね、収納がございます。ちょっと開けてみたいと思います。
はい、このようなタイプですねの収納がついております。非常にこのお部屋もね、窓が多くて、明るいお部屋となっております。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。こちらの物件ね、1階、2階、3階それぞれですね、収納スペースうまく、設けられていてですね、それぞれのフロアでそれぞれ収納ができるっていうね、なかなか考えられたプランだったんじゃないかと思います。今ね、家のプラン検討されている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。いや本当に家って楽しいですね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら、さようなら。